はい、どうも、長谷川です。今日は僕の苦い思い出のデビュー戦を一緒に久保と見ていきたいと思います、はい、解説お願いします。いや、あんまりね、デビュー戦ね、いい思い出がないから。あ、そうなんですか。見たくない、むしろほとんど見てないんだけど。あ、はいはい、デビュー戦はマジで、はい、ボクシングの試合自体は、はいはい、そうです。マジでないから。はい、しかもこれね、神戸チキンジョーズっていう、はい、ちっちゃいライブハウスで生まれた会場で、はい、観客 も400人でもうギューギューみたいな、うんうん、試合俺がしてるでしょ、はい、俺の友達がこのリング下のマットでこうやって火ついて見てたもん。あれ？マジで試合してる時に友達がこうやってリング下のマットに火ついて見てんねん。ぐらいな感じで、それすごいですね。まあ、それぐらい、まあ、はい、当時はライブハウスでやるってのは結構珍しい。あ、狭い会場で、ね、緊張しましたか。いや、緊張はね、意外とね、全然せえへん。だって初めてで、緊張するあれがないから、その目安が、あ、はい、これがすごいのかすごくないのか、どうなのか、殴られたらどんな感覚になるのか、あ、すぎて緊張を全くしなかったので。あ、そうですね。まあ、そんなデビュー戦なんですけど、ちょっとじゃあ見ていきましょう。はい。クローザー選手ですね、これ。クローザー。彼もデビュー戦だったんじゃないかな。まあ、よくあるデビュー戦同士でね。まあ、それはアマチュアの経験もないですね。新人ボクサーの、ね、トランクスが。はい、市販のやつ。あ今の子は結構自分のこう好きな色でとか生地で作ってるけど。あ、そうですよね、今は。はい、僕らの時代はデビュー戦はやっぱ市販のやつが多かったな。あ、こう見て分かると思うけど、もうこうみんなもうリングサイドにおるのにもうもうこれ始まりましたね、こう1ラウンドね。やっぱ長谷川さんってすぐ分かりますね。はい、ほんま全く緊張してないかな。いや、ほんまですね。リラックスして、なんか僕今思った以上にリラックスしてあるからびっくりしました。一番目が結構良かった。あ、はい、まあ、けど苦い思い出って言ってはったんであれですもんね、なんか結構ね、最初からこうボディ打ったり、はい、好きなように打ってるの、ちょっとこう脱力もできてるし。そうですよね、いきなり脱力してはんねやなと思って。このボディストレートはさ、ちゃんと左打った後右打まで返してるし、はい、まあ、なんせ、ね、はい、アマチュアでいかないから、はい、伸びしろは自分で言うのないけどあったと思う。いや、もうそうですよね。途中で何回もこう、はい、髪上げるの、シャッとグローブで髪、前髪、前髪、はい、前髪あれが当時よくビデオで見てた川島博さんの、はい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 、髪上げるのが好きで、おー、はい、それは真似してくれてずっと上がるの、ちょいちょい髪上げるんです。よろしよろしでやっぱ外しますもんね。外して左ストレートで、はい、でボディってうまく打ち上げてる。もうここら辺で倒せると思ってるから。あ、やっぱこう一覧系を勝てるのかな。そうですよね。ほら、やりましたね。スタミナ的にはどうやったんですか？体力的には。そこ, そこなんですね。あ、外してますもんね。外してね。はい。あれ、なんかもっと倒れるはずやろな。おかしいな。
結構ハチって倒れてるんだよな、思いながら。ああ、はい。避けてんねん。そうですよね、なんかひょいひょいこうやって、動作がやっぱりなんか今でも見るところのシーンだなと思いました。じゃあ、これで来る。はい、1ラウンド KO で終わるはずやったな。はい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 、おかしいな。おばさんどうですか？あ、すごいですね。だからこんだけ外すんやなと思って、やっぱりデビュー戦の時から。ほんでやっぱ要所要所でやっぱり動きが、もう今のちょっと完成される前の片鱗がすごいあるなってすごい分かります。デビュー戦ではこの動きはできないと思うんです。いや、できないと思います。まずすごいリラックスしてはったんでびっくりしました。何も経験なくてっていうのがすごいなと思って。なんかこう若いからあればその、はい、超えてるのこれ。うん、おお、見えます見えます。いや、わかるなぁ。ほんで、何かなんだろう。こうやって見てたら、はい、あ、すごい。まあ、この映像残ってるのもすごいけど、はい、今日こんな子が世界チャンピオンになったなってほんまに思うわ。だからなんかこうそのアマチュアの経験がなかったも下手でも頑張ってほしいなと思うな。あ、けどなんかあれですよね、昔からレフリーの方とかよく聞いてましたけど、やっぱ最初からすごかったって結構聞きますけどね。はい、マジで。それ多分それ結果論で言ってる思うけどな。あ、いや、けど余計のは確かにやっぱりな。あ、はい、でそれが卓球してたから。ああ。けど長谷川さんが卓球がボクシングに生きるって言い過ぎてあれですよね。卓球の人らみんなできると思ってできんやついっぱい見てきましたよ僕。やっぱ長谷川さんがすごいんです。うん、ちょっとずつはここら辺ぐらいかな。はい、あれ全然倒れへん。なんか疲れてきたぞってなってる。あ、けど1ラウンド目にちょっとうまくいきすぎた時ちょっとそうなりますよね。僕それ一回すごいそれ思ったことあったんで。なんかもう倒れる設定入ってたもんなって思いながら。はい、あと、で、空振りするやん。はい、疲れる。そうですね、空振りって一番しんどいですもんね。空振りが一番しんどい。うん、これ感じ。左手でやりましたね、こんな。うまい。そうですよね。うん、いかんせんな。まあ、ガソリンメーターがあと 20% そうですよね、そんな感じになってきてますよね。もう2ランダムでは 20% しか残ってないですよね。それでもまあいいのを当てる人が持ってるから、はい、そうですよね、今のとかでも。いや、なかなかハードですよ。圧勝だよね、はい、圧勝じゃないみたいな。あ、いや、アマチュア経験とかなくてできるってやっぱ難しいんじゃないですかね。お、今の聞いた、今の聞いたやな。お、タオル投げてもいいんやけどな。そうですよね、それくらい当ててますよね。結構僕もそこ当ててんのタオル投げへんのかな。まあ、止めてもな、まあ、ちょっと止めるのは早いかな。今当たった瞬間ぐらいは止めてもよかったんやけどな。そうですよね。こうクリンジも、はい、こうスタミナ切れてる時ってしんどいもんな。あ、そうですね。全然休まないもんな。はい、まあ、スタミナメーター16。そうですね、ちょっとだいぶスピード落ちましたね。なんか今の打ち方スローモーションがいいの。今なんかまあ、まだ余裕はあるんだけどな。そうですね、タイミングもいいし、は
ぱ最初にバーっても行ってる分向こうも構えるからちょっとこっちが休んでる時に休めるんでまだ助かりますよね。いやだってスタミナやったら向こうの方が有利やるからな。ああ。スタミナはあんねんけど打っても当たらんみたいな。そうですよね、打っても外されるし左だけに集中したら今度右フック来るし。受けてるんやけど苦しいな、これ見てたら。そうですよね。干渉やけどほんまにそうですね。なんかいっぱいいっぱいって言われる。干渉やのに干渉じゃない試合対象もらった。そうですね、確かに。全体の、なんかこう、試合も。しんどかった、覚えてるわ。あ、終わった後みんなに、まあ、スタミナないなって言われたもんな。やばけど、こんだけ手数出せる選手もいないですけどね。はい、倒れるもって出してるからな。そうですよね、うん、これまたビデオやったらまだよく見えんの、はい、もっとこうしんどい部分になってると思う。あ、映像の方がよく見えるから。あ、けどもうここまで来たらあと1やって思ったんじゃないですか。あ、そうそう。そうですよね、ようやくあと1やみたいな。あと1は思うんだけど、はい、あと1がもうしんどいです。そうですよね、スタミナメーター 8% ぐらいしか残ってない。携帯データすぐ終わりますね。もう 8% をどう使うか。しっかりけど髪をかき上げてました。回りながら。そうですよね、右ストレートで。うまい、うまいですよね。リュウク合わせの前、こればっかりにしとった。あ、ただもうスピードが遅くなってしまってるもんな。そうですね、けどなんかやっぱ左ストレート打つとき、なんか僕いつもなんか練習のときのなんか長谷川さんはなんかすごい被りますね。そうなんかもう思いっきりバーンってなんか、はい、相手もまあそんなに手出してこいもんな言うて、俺がこんな疲れてる、はい、出してきてくれたらな、もうちょっとカウンター当たるかもしれない。そうですよね、もう出してももらうし。いやでもこんなん4ラウンド目もそうやけど、はい、こんな選手がほんまよう世界チャンピオンになったら、ほんまに思うで、積み重ねたら。この選手、ええ選手やけど、されないからなって言われてる選手やで、ほんまに。おるやん。ああ。ほんま思うセンスあるけど、スタミナがってやつですよね。あ、まあ、余計なはな、それはうまいけど。ほんならおるからな、これぐらいの年齢は。いや、余計るのできても、余計ってここまで、ほら、手数。相手自身も頑張るよな。はい、そう、これでもね、この時に、はい、思い出したけど、人って意外に倒れへんねんなって思い出したわ。あ、接客でやってるのに。そうですよね、なんかそれすごい思いますね。なんか八丁目だったら、自分が受けてたらなんかすぐ倒れせやのになとかって。そう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 、人間って頑丈ですよね。なんかそれすごい思います。はい、はい、はい、もう歯医者の顔してるやん俺。勝手になる。そうですよね、鼻血出てんねん、多分これ余計だ。あ、あ、そうやろ、判定聞くときドキドキするパターンやろ。あ、誰がどう見てもフルマークですけど、やってる本には確かになんかあれですよね。まあ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 、いや疲れてますからね。そうなんです、これね、デビュー戦はね、
はい、腹じねがしながらガッツポーズをやってるとまあデビュー戦ね、そうなんですよ、スタミナがなかったわけではなくて、あスタミナを使えてたら下手やったと思うんですよ。あ4ラウンド4ラウンドどうやって分散してスタミナを使うっていうのをまだ分かってなかったね、うん、あそれが練習はしっかりしてたから。そうですよね、長谷川さん、はい、それは何もないなって使い方が下手っていうのが、はい、そうですね、なんていうかな、だけどやっぱり優勝優勝でやっぱり4回戦とは思われへんくらいすごいなと思って見てました。長谷川さんってあの格闘家の気持ちがあるんで、もらってもやっぱりスタミナがないって言っても手出さはるし、あやっぱりなんか見たらやっぱり長谷川さんがなんかこう世界チャンピオンになるまでの面影がすごいあるなって思いました。このデビュー戦で学んだことはスタミナが大事だっていうのはシンプルに思った。どんだけ上手くてもパンチもらわなくても、ボクシングって一番大事なのは、まあ、気持ちっていうのもあるけど、はい、スタミナっていうのはマジでこの試合だ。そうですね、やっぱスタミナなかったら全部余裕持てないですもんね。そう、何もできへんから、はい、次の試合は丸坊主でやった、はい、もっと金かけるから。それチャンネル登録よろしくお願いします。